て今回はアンビリーバボーな噂の巨大パフェを食べに新宿にやってきました。テレビでも雑誌でも取材を受けている巨大なパフェだそうです。楽しみ、行ってきます。ここでクイズです。一体興味あるのはこのいろいろなパフェの中で何を選ぶでしょうか。バナナ、イチゴ、バニラアイス、そんなことよりも、ね、全てド派手です。踊ります。行ってきます。こちらのと、その前に昼食時なのでこういった斬新パフェも頼んでみました。その名もご飯パフェ。ご飯パフェ、すごいです。そしてじゃ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 、出ました、ご飯パフェです。すごいですね、こちら、屋台でチキンライスが多いので、バスケットが入ってたりとか、ポテトが入ってたりとか、すっごく綺麗です。こちらです。すごい、すごいですよ、これご飯パフェってすごいと思いませんか。いやー、これね、ちょっとね、食べてみたいと思います。こちらでもちょっと食べてみます。デリシャス。なんですかね、これすごく美味しいんですけど、なんかね、本当に新しいというか、すごい新しいです。味はね、普通に美味しい、普通に美味しい、みんなが思ってるようにすごく美味しいです、本当にすごいですよ。しゅうございました。ついに次回メインディッシュのあの巨大巨大巨大パフェをいただきたいと思います。お楽しみに。すごく美味しい、テレビの皆さんもぜひ見てください。本当にすごいです。チャンネル登録、よろしくでもあるわ、ぜひ紹介してもよろしく、完璧です。